私の名は吉良義景。年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。